ゃんは見た。私はツツジ。幼なじみのユリと二人でカフェを経営している。ツツジ、こんな綺麗なお店でシェフとして働いていいの？私もこういう雰囲気憧れだったんだ。おしゃれなカフェでユリの焼いてくれた美味しいパンと一緒に私の入れたてのコーヒーを出す。小さい頃からお店屋さんごっこするときは私たちいつもこの配役だったもんね。二人の夢を叶えた小さなカフェ、私たちの宝物のような場所だった。ねえねえツツジ、これ見て見て。かわいい新商品のポップ。うん、私のパンって普通は小麦粉を使ってるんだけど、最近アレルギー持ちの子供を持つ常連のお客様から米粉でパンを作れないかってお問い合わせがあってね。あ、カリンさんのお子さんだよね。せっかく落ち着くカフェができたけど母乳に影響が出るからパンが食べられないって。うん、すごく残念そうにしてた。それでね、私カリンさんにも食べてもらえるようなパンを考えたの。米粉 100% のパン？そんなの作れるの？結構大変だったけどなんとか。食感も小麦粉のパンと同じくらいふわふわしてるんだ。すごい。よかったらお店に置いてもいいかな。しっかりお掃除して、今まで使った小麦粉が絶対に混入しないように気をつけるから。もちろんだ。いろいろ考えてくれてありがとう、ユリ。ユリのアイデアに、お店で出すパンを米粉に変えたところ。ありがとう、これなら安心して食べられるよ。よかった、カリンさんに喜んでもらえるのが一番嬉しいです。コーヒーとの相性もいいんだよね。常連さんは大喜び。ツツジさん、パンに合わせてコーヒーの入れ方変えました？気づいてくれたんですか？今度のパンはもちもちなので和食に合うようなコーヒーに変えてみたんです。すごいね、これは繁盛するわけだ。常連さんにも喜んでもらえたし、何の問題もないとこの時は思っていた。でもこの米粉パンがカフェを閉店するかもしれない騒ぎに追い込むとはこの時は考えてもいなかった。いらっしゃいませ。あそこの窓際の席空いてる？初めてのお客様だ。この辺りでは見ない雰囲気。はい、ご案内します。コーヒーのアメリカンと米粉パンのサンドイッチをくれるかな。あれ、メニューも見ないで注文した？はい、あの、もしかしてネットで見てきてくださったんでしょうか？どうして？うちの売りの商品を把握されていたようなので。ああ、まあそんなところだよ。いいレビューがたくさんついてたね。そうなんだ、嬉しいな。ありがとうございます、すぐにお持ちしますね。ユリ、サンドイッチの注文入ったよ。了解。あれ、なんか嬉しそうだね。さっき初めて来てくれたお客さんからネットでうちのお店が話題になってるって聞いたんだ。それで嬉しくなっちゃって。口コミ効果だ。実際に来た人にいいこと書いてもらってお客様が増えるのって嬉しいよね。うん、お待たせしました。ああ、ありがとう。喜んでくれるといいな。さっきのお客様、大丈夫ですか？苦しい。どうしよう、救急車を呼ばなきゃ。待ってください、すぐに救急車をお呼びします。大丈夫だよ、これはアレルギーだから。頓服の薬を飲めば。アレルギー？お店が騒然としてしまったので、とりあえずこの日は店じまいに。私とユリはお客様の回復を待ち謝罪をした。申し訳ございません、まさか重度の小麦粉アレルギーだとは知らず。米粉 100% のパンと歌ってあったから来たんですけどね。以前米粉パンに変える前に小麦粉パンも同じ窯で焼いていたことがありました。製造前念入りにクリーニングをしたのですが。そんな環境で焼いたパンでアレルギー配慮を語るなんて意識が低すぎないかい？とにかく僕はこれでもまだ軽い方だからいいけど、アレルギーは下手したら人が死ぬんだ。しっかり勉強した方がいいよ。大変申し訳ございません。今回もちろんお代はいただきません。治療費や通院費なども当店に請求していただければ。そんなものはいらないよ。とにかく僕はもう行くよ。お客様のアレルギーを自分の料理で発症させてしまった。ユリにとってそれは反省すべき事件だったと思うし、場所を提供した私にももちろん責任がある。でも事態はそれだけにはとどまらなかった。3日後、なんか最近お客様が減ったような。この前のお客様の件かな。それにしては急すぎる気が。ツジ、これ見て。ユリ、どうしたの一体？これレビューサイト？
広告詐欺、小麦粉アレルギーの人は要注意。ここのパンで死にかけてる人はこの前見ました。米粉 100% を歌いながら同じ生産ラインで小麦パンも製造してる。人殺しカフェ。くそ、何これ。私のせいだ。私が米粉パンを作ったから。ユリ待って。私のせいで辻のお店の評判を下げてしまった。これはユリだけのせいじゃ。ごめん、しばらく一人にさせて。ユリはそう言い残すと次の日からはお店に来なくなった。ユリもいなくなったら本当に一人ぼっち。お客様も途絶え、誰もいない店内で響くのは私のため息だね。私一人の力で繁盛していたわけじゃない。私にはやっぱりユリが必要なんだ。そう思うと悲しくて、私はしばらく店を閉めることにした。数日後、ユリの気持ちが落ち着くまで店を閉めることにしたけど、やっぱり店に足を運ばずにはいられないな。え、あの人って、あの人、この前アレルギーで倒れた人？今度ここに店を出すって本当か？いいところじゃねえか。よく買収できたな。ううん、店自体は儲かってたよ。でも少し演技してインターネットで悪い噂を流しただけでこのありさま。相変わらずあんたは手段を選ばねえな。買えないならば潰して奪えばいい。おお、怖い怖い。ま、俺んとこもあんたから仕事回してもらえるなら、ここの土地を手に入れた経緯なんてどうでもいいけどさ。私たち、あの人に騙されてたんだ。でもネットの噂なんてどう対処すればいいの。あっちは人を潰すことに慣れてそうだし。どうしよう。え、マスター、なんか大変みたいだね。あ、カリンさん、ここ最近忙しくて来れなかったけど大丈夫？なんだか変な噂がネットに流れてたけど、私はあなたたちがそんな人たちじゃないって信じてるよ。っていうか今の話、あの人この前急に倒れた人だよね。はい。ちょっと言い返してくる。ちょっと、さっきの会話どういうことですか？お前誰だよ。ここの常連さんじゃないかな。でも残念、このお店は間もなく潰れるよ。はあ、いい？今はネットでの評価が全ての時代だ。ちっぽけな店は僕たちの組織力に対抗する手段なんかない。やっぱりあの悪評レビューはあなたたちの仕業だったのね。証拠なんてないだろう。悪評はデジタルタトゥー。一度ケチがついた店の評判は覆らないよ。ひっくり返せるならやってみたらいい。ツツジさん、店を開けてコーヒーを入れてよ。多分今日は桂さんも来るよ。あの人も最近忙しかったみたい。でもユリが今回の件でショック受けてしばらく休むって。それならユリさんがいつでも戻れるように私たちが支えてあげなきゃ。はい。私、こんな奴らなんかに負けたくない。ありがとうございます。そうだ、いくらネットに書き込まれても私たちには地道に繋いできた縁がある。おやオーナー、今日はオープンかい？はい、今日もちゃんと営業します。明日もその次の日もあなたの企みになんて負けません。威勢だけはいいようだね。小娘が。そこからの私たちはというと、本当に私は店を続けるだけでいいの？うん、マスターはユリさんが戻ってくるまでお店のことだけ考えて。そう、本当にあいつら何人いるのよ。負けないくらい私もいいレビューを書くよ。あら、そんな嫌がらせされてるの？まあ腹立つ。私もレビューで応援するわ。次々に湧いてくる悪評レビューにも負けず、カリンさんをはじめとした常連さんたちが高評価のレビューで対抗してくれた。悪評レビューは乗っ取ろうとする企業の工作員の仕業。マスターもシェフもシェフのパンも最高。アレルギー持ちの子供のためにシェフが米粉パンを開発してくれた。お客様思いの安心安全カフェ、地域密着型カフェ、悪徳企業に負けるの。私はこのカフェが大好きです。常連さん、ねえユリ、私とユリが協力して繋いできた縁はネットの噂に負けてなんかないよ。よし、私も頑張ってこの店を盛り上げてかなきゃ。また常連の桂さんが実は弁護士だったことも発覚。カリンさんたちから話は聞いたよ。僕にも協力させてほしい。桂さん、ありがとうございます。こういうネットでの嫌がらせって、実は警察に手続きを取ることで誰が書いたのか開示請求ができるんです。え、そうなんですか？はい、開示請求の結果次第では偽計業務妨害で慰謝料を請求することも可能です。慰謝料まで？僕もここのお店のファンなんで、邪魔する輩は徹底的に潰しますよ。余罪も多そうだし、しっかり調査して他の犯罪も明るみに出してやりましょう。
こうして周りを固めていった結果、アレルギー男は有名な店舗乗っ取り悪徳業者の代表者だということが明らかになった。桂さんの助力もあってツイッターを中心に素行のカツカツが明るみになり、気が弱そうなオーナーだったのに。くそ、ちょっとガス、今まで潰してきた業者や一般人から苦情の電話が鳴り止まないんすけど。そのくらいなんとか君がさばいておけ。外の空気を吸ってくる。柊木さんですね。エトラ署の黒木です。偽計業務妨害と詐欺罪で捜査令状と逮捕状が出ています。連行しても。そんな、私たちが団結したことで悪徳業者の首謀者は逮捕された。もちろんその後業者は潰れ、そのことが明らかになると常連さんたちは大喜びだった。やったわね、私たちの完全勝利。これで彼らも二度と手立ちはできませんね。これからはここ以外の潰された業者さんのため、僕は継続して戦っていきます。お店はもう大丈夫そうだけど、ユリはまだ戻ってこない。そろそろ顔を出してくれないかな。え、誰かお客さん。あっ、ツツジ。ユリ、戻ってきてくれたの。うん、でももう私には厨房に立つ資格は。大丈夫、私ユリのために新しく米粉パン用のかまどを作ったんだ。え、本当？彼は私たちを騙していたけど、ああいうことはあのままだったら本当に怒ったかもしれないから、だから私もユリのいない間しっかり働いて設備を整えたの。これはオーナーとしての私の義務だから。通じ、だからユリ戻ってきてくれないかな。私にはユリが必要なんだ。うん、ありがとう。隠して、私たちのカフェは今度こそ胸を張って米粉 100% パンを売りにして再始動。あの一件は大変な事件だったけど、おかげで私たちのアレルギーへの意識も変わった。何よりユリと一緒にこれから先もお店を続けていけることが私はとても嬉しい。いらっしゃいませ。ユリ、私たちの夢はまだまだ終わらないよ。ご視聴いただきありがとうございました。小麦粉アレルギーの人でも気軽に食べられる米粉パン、お客さんのことを考えられている素敵な発想だったと思います。アレルギーは下手したら命を落としてしまうと考えると、食に携わる人にとって重要な問題です。今回は嘘だったからよかったものの、本当に起こりうることでしたから、ある意味今後お店を経営していく上で乗り越えるべき試練だったのでしょうね。それにしてもレビューって大事ですけど、こんな風に故意にお店を陥れようとしているものがあると信用できなくなるので、やめていただきたいですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。